どうもすずです。何をこんなに悩んでいるかって、そう、私資料を作っているところです。ここ1ヶ月、高齢者施設で歌を歌う音楽療法を開始しているんですけれども、まあね、それがなんとなく自分には合っているんじゃないかなってピピピときまして、他にも営業かけてやろうじゃないかということで資料作り。なぜなら強行突破しようとしてもみんなあるでしょ、電話かかってきても営業だったら切るじゃない、突然来られようもんならドアを開けない、もしくは開けてもすぐ返す、なんならいやいやいや急に来ないでくださいなんてあるでしょ。そういうところからのスタートなんだけども、なんとしてでも爪痕を残すためには、そう、すいませんこれだけ読んでくださいっていう資料さえあれば目に留まるやもしれぬ。わかんないよ、わかんない、私もゼロからのスタート、1からのスタートだから、この資料もさ、外注ができればいいよ。外注なんて私にはまだまだ手が届きません。そう、いつもの自力でなんとかするんです。はてチラシとは、はて資料とは、参考にします。こうして見ていると目立つのが数字よね。あとなんか何に困ってますかっていうのを最初に書いた後に、なんか困ってること解消できますよみたいな、ほらまた数字出てきた、困ってるの解消できますよ、こういう効果がありますよみたいな、ほらまた数字。はいはいはい、まずはお試しね。今だけ、もうこれも気になるよね、今だけっていうね。なるほどね。で、一体1時間の間にどんなことをするのかなっていうのも解説しているというわけね。これさ、普段さ、チラシとかこういう広告見るときに特に意識してなかったけど、自分でさてこういうのを作ってみようってなるとね、目につくところがちょっとやっぱり、ほらほらほら、こういうこといいですよみたいなのも書いてあるわけよ。また数字出たわ。ますます難しくなってしまったどうしようかな。でもとりあえず作ってみるか。前作った資料じゃ全然ダメだよね。だね、全然ダメ。浅いもんね。ちょっともう一回、なんて書いてあったっけ。ここからが長かった。苦しい時間が続きます。わかるよわかる。なんかね、参考にした資料を見るとなるほどねと、困ってることをパパパと書いてなるほどねと、数字を入れればいいんだなみたいなことはわかるけど、はて自分の資料ってなったら、どこに何入れていいのかわかんないし、色もわかんない。誰か、お願いだから誰かに相談したい。そして誰かにアドバイスをもらいたい。そばに誰かいてくれたらな、こういう時にパートナーがいてくれたらなって思うけど、もう自力しょうがない、自力。でもね、ラジオとかでみんなにね相談させてもらったのよ、ありがとう。チャンネル登録まだしてないそこのあなた、チャンネル登録ポチッと一つお願いね。ラジオもやってるから、ラジオとかでは割と密着型よ、すぐ相談してすぐ載せたりしてるから、そっちの方もぜひね登録してください。私15年間イタリア人と結婚してたんですけれども、ひょんなことからね別居、離婚させてもらえない状態で2年が経ちます。で、自分で自立ということで、なんやかんやなんやかんやしてるんだけれども、まあ苦しい。そんなに簡単
間にね、何でも軌道に乗るわけがいきません。ありがたいことに生徒さんも少しずつ増えてきたけれども、やっぱりこういう時間がある、こういう時間があるということは資料が作れるということは営業にも行けるということで、空いた時間はすべて種まきに使おうではないかと、種まきの資料を作ろうではないかということで今作ってるところよ。この人だいたいずっと種まいてないっていう状態がね続いてるんだけれども、この種いつ開花すんの、発芽すんのかっていうね状況だけれども、仕方ないよ、まかなきゃ発芽もしないからまき散らかしてるところでございます。でもう限界に来たので、もう一回別の資料を見ます。何々成功率が上がるチラシタイトルの5つのチェックポイント、私のチラシだと思ってもらえるかがポイント。なるほどね、自分のチラシだと思ってもらうためにはやっぱり地域年齢属性などのターゲットに情報を入れる、なるほどね、やっぱり困っていることを書かなきゃいけない、困っている人、これ困ってるよねっていうのを疑問文を使って呼びかける、なるほどね、疑問文ね。ラバ出ました、顔トレ。オンラインでねスピーチングボイストレーナーっていうのもやってて、オンラインよ、いろんなところからできちゃうんだから、気になるでしょ、こういう顔トレとか、あの声の出し方、滑舌の良くなる方法みたいなのもねやったりしてるので、オンライン興味のある方 DM よろしくお願いしますよ。そしてここまで苦しんで苦しんで苦しんで作った資料っていうのが動画の最後に出てきます。あ、待って、スキップしないで。それでその資料を持って私は営業に行こうと思ってるの。そこで一つ、営業職の皆さん、いや営業ってこんなだよっていうのをご存知の皆様、一体どんな風に営業をしたら断られずにいけるのかっていうのをね、もしあったら教えてください。それでは私の渾身の資料ご覧ください、こちらです。これ自分の紹介なんかも入れちゃったりして、はい、ここら辺困ってる人いませんかっていう、これを何から始めていいかわかんないよって、そういう時はじゃじゃーん、こんな風にいいとこ、もうちょっと公民館っぽいね、ちょっと若干の公民館っぽさは残るもののワードを駆使して作ったんですね。ほら数字をね入れてみた、1回30分、少ない？90歳80代、ほらこういう数字を入れてんだよ。あれ同じのが2枚ある、よくできたと思わない？さあこれを持って私は営業に行かせてもらいます。本日の動画はここまで。大社長になっていく姿見たくないっていうか、もうすでに目撃者だからね。チャンネル登録ポチッとして次回の動画もお楽しみにね。また見てね、バイバイ。